wish your heart makes. Dream Wonderland. My heart draws dream. Heart and dream. ハート&ドリームきました。ジョン、ジョン、ドン、ドン、ドン、イエーイ、来ました。日曜日の朝10時15分、はい、ハート&ドリーム来ました。ということで今日はですね、はい、婚活編ということで、はい、今日私たち有馬に来ております。有馬、そして今日のですね出演者ご紹介します。はい、まりちゃん、佐野まりかです。よろしくお願いいたします。ということでハートの村上さん、はい、正村真央です。よろしくお願いいたします。はい、マネージャーの、ね、婚活編ということで、はい、パースポットもしてますけど、うん、最近まりちゃんどうなの？そうですね、うん、私近々舞台があります。あ、舞台、舞台、舞台、はい、うん、その舞台が、うん、角田師範とか、角田かって、あの K-1 の、K-1 の K-1 とか、あと OSK の、OSK の大川昇さんと、うん、日舞洋舞ショーとあります。おー、すごいね。はい、9月に、9月にあるんですよ。これもまたチェックしたいので、はい、告知あったらね、はい、また番組で紹介しましょう、はい、じゃあね。ということで今日はですね、婚活編行ってみましょう、はい、ということで有馬に来てます。関西の奥座敷有馬温泉は日本三名泉の一つで、あの豊臣秀吉も入湯したことで有名な日本最古の温泉です。有馬に来たからにはこちらの名産元祖炭酸せんべいの三つ森さんで出来たての炭酸せんべいを試食。さてお味は？奈良でいうの鹿せんべい以上に有名、ここの有馬温泉でこの炭酸せんべいは、はい、なんとこの創業103年、皆さん、はい、今焼いてるところ、わー初めて見ます。ちょっと横からポチョッともらって食べてみて。いいんですか？出来たてのほやほやの創業103年が詰まってる炭酸せんべいです。マリアちゃんもいいですか？はい、どうぞ。あ、いただきます。では食べてみたいと思います、はい、いただきます。うん、サックサク、おいしい。来たら必ず皆さんお土産で買って帰るというですね、うん、こういうね炭酸せんべいをですね今日はですね、はい、婚活編の、はい、このテレビ見た、はい、ということで、まりかちゃんプレゼント3名の方にプレゼントということで、はい、番組の最後楽しみにしてください。はい、プレゼントしちゃいますよ。誰でも綺麗になれる場所、マイプレイスビューティークリニック。美容外科ならマイプレイス、マイプレイス、マイプレイスビューティークリニック。詳しくはホームページを検索。僕がいつも守りたいものは優しさと愛があふれる結婚相談所、婚活するならハートフルマリアージュ。堺の梅ちゃんです。今日もあなたの街を行く大阪堺の梅ちゃんです。不動産のことなら SP ハウジングー。はい、来ました、はいはい、ここですね、はい、有馬温泉今紹介させてもらったんだけど、はい、改めてここのね、はい、有馬温泉は温泉はすごい金銭と銀銭とあって、はい、もう皆さん日帰りでも入れるし、そうです、ね、いろんな皆さんよく来ておられるところだと思います、神戸大阪の皆さん。ところがですね、私たちは婚活編デートやから、うん、2人で一緒に遊べるところここです。有馬マス池釣って楽しく食べて美味しい。最高。これマス食べれるんですけど、はい、食べれるんだよ、はい、釣ったのがそのまま食べれる。みんな仲睦ましく、はい、ますます唐揚げなんですよ。揚げるマスの唐揚げ、はい、運気上がる、はい、そして恋も上がる、実る。そして奥にはですね、はい、素晴らしい神社があるんです。へ、改めてご紹介します、はいはい、園長先生です。じゃあどうもよくお越しくださいました、はい、お名前をちょっと自己紹介で、はい、じゃあお願いします、私有馬増池園長を務めさせていただいております吉中と申します、はい、本日はどうもよろしくお願いいたします、はい、今日はねありがとうございます。いえ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 、2人ハドルマリアさん、はい、正村さんと、はい、そしてマリカさん、はい、このねマリカさんと一緒にちょっとマス釣りを体験させてもらって、はい、釣ったら食べれる。そうです。これね楽しいでしょ。楽しみです。いろいろ教えてあげてください。わかりました。じゃあ中お願いします。はい、ぜひでは案内させていただきます。よろしくお願いします。行ってみよう。有馬松池は今年で創業72年、包みがたきの清流がニジマスに適した水温水質を備えています。
豊かな自然に囲まれ透明度の高い釣り池では子どもから大人まで誰でも簡単に釣りの醍醐味が楽しめ、園内にあるマスの茶屋ではニジマスの唐揚げが味わえますよ。小池では薪餌をあげることもでき、観賞用のチョウザメも泳いでいます。早速ニジマス釣りに挑戦。じゃじゃじゃん、来ました、祭り大会。じゃ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 、イエーイ。ということで第1回祭り大会を開催させていただきたいと思います。はい、1番選手、松村さん、はい、頑張ります。そして2番、新宿、そして3番、マリカちゃん、初挑戦、頑張ります。で、3匹釣ったら、はい、誰が1番3匹早く釣るかということで競争したいと思います。はい、先生がですね、はい、お二人をサポートしてくれるということで頑張ります。新人がもうマス釣りプロなんで、ちょっと頑張っていただきます。それでは行きましょう。はい、マス釣りバトルスタート。ちょっちょいのちょい、こんな気がするのかな。早い。餌を2つつける、餌を2つつけるといけるんちゃう。釣れた。マリカさん1匹目ゲット。釣れました。生きがいいです。はい、来た。シンジピー来ました。ちょっちょいのちょい、ちょっちょいのちょい、ちょっちょいのちょい。はい、惜しい。松村さん惜しい。釣れない。難しい。マサムラさん1匹目ゲット。釣れました。ちっちゃい。すごい、釣れました。マリカさん2匹目ゲット。2匹目。マサムラさんも2匹目ゲット。2匹目釣れました。新人2匹目ゲット。ゲット。いいゲット。マサムラさんが3匹目をゲット。ということはマサムラさんが優勝か。お、できた。カメラマンさんの言うこと聞いたらできた。続いてマリカちゃんも3匹目をゲット。おお、取れました。イエイ。はい、マス釣り大会しました。はいはい、1位が3匹釣ってる、はい、正村真央さん、はい、一番最初にね。そしてマリカちゃんがこれ3匹で、でも早かったらこっちということで、まあ、優勝。はい、そしてシジミが2匹、はい、だからシジミの2匹でかいね、1匹ね。餌大きいのつけたんですよ。あ、ということでいろいろ楽しい延長戦で、どうもありがとうございます。ありがとうございます。そしてどうですか、この出ること。魚釣り初めてしたんですけど、うん、本当に楽しくて、これも彼女連れてきてあげて喜びます。これね、女の子もぜひ、はい、ぜひと。経験がなくてもそうです、子供同士でみんな来て家族連れでもいいんだよね。そうです。で釣れます、マス釣れます。そしてこのマスを今から食べれるということで、食べに行きましょう。はい、はい、マヨネーズをつけて食べる。もう婚活といえば、もうお見合いで女性は男性を釣ってるわけだから、男性は女性を釣ってるわけだから、あとは仲良くするでしょ。で、楽しい体験のマス釣りがあってに上がったものが唐揚げで食べる。これも食べてもいいですね。はい、頭から骨までバリバリっと。いやもうね、婚活で出会いがあるハートフルマリアさんで、はい、お見合いして交際入ったら、まずここに来てほしい。うんうん、はい、で、これ食べてほしい。これマヨネーズ、これ外さなかったね。いただきます。うまい、おいしい。おいしい。ありがとうございます。これね、うん、おいしい。マジでおいしい。あ、新鮮ですね。うん、二度揚げをしてますので、二度揚げをサクサク感を渡しております。それだけでも食べに来たい、はい、ね。皆さんこれ食べたら、うん、次は、うん、このマス池の遊び場の中にある、うん、ますます恋する恋恋。そうです。神社がある、はい、これ縁を結ぶんですか。そうです。パワースポット巡りも重ねてできるという、はい、しっかりレポートお願いしますよ。はい、はい、
MC タレントの木崎亜美です。私は今ハートフルマリアージュに来ています。成婚率の高いハートフルマリアージュの充実したお世話の秘訣とは？理想のお相手の方と出会える努力を私たちスタッフみんなで本気でしています。具体的にはどのようにされてるんですか？信頼できるデータのもと、希望条件の方に出会えるように一緒にお申し込みをしたり、しっかりしたコンシェルジュサポートをしています。オンラインでもご相談いただけます。安心ですよね。しっかりしたお世話をお求めの方はハートフルマリアージュで検索。ぜひお問い合わせください。あなたの夢を叶えるハートフルマリアージュで婚活。婚活パワースポット巡り、有馬増水家の園内にあるますます恋恋神社、吉中園長に案内してもらいました。恋繁盛で恋繁盛、ますます繁盛で恋繁盛、ますます神社で恋繁盛、ますます縁結びたいハートフルマリアージュさん、はい、この神社はいかがかの？もう恋恋恋が恋、恋が恋恋か。はい。マリカちゃんは、はい、いい恋しとるんか？いやもうここに来たら私いい恋ができそうです。すねきそうって。ありがとうございます。園長先生。ますます恋恋ですからね。ねえ。こんな茶番なコントでよろしいか？いいですか？ありがとうございます。はい、ますます恋恋神社。恋愛成就のパワースポットとして2012年に建立され、お参りすると縁結び恋愛成就にご利益があると言われています。じゃあ一礼をお願いいたします。はい、で鐘を、幸せの鐘を、はい、二拍手、ちょん、はい、願い事、いい恋ができますように。はい、そして一礼、はい、どうぞ、はい、はい、一礼で二拍手、はい、鐘、鐘で、お参り、願い事、ハートフルマリアージュの会員様に多くの幸せが訪れますようにと心を込めて良縁祈願しました。ハート&ドリーム、はい、からの皆さんにプレゼント、はい、はい、まりこちゃん、今日の番組をご覧の皆様、抽選で3名様になんと炭酸せんべい、炭酸せんべいプレゼントということで、応募はこちらです。はい、さらに、はい、園長、はい、本日このハート&ドリーム、はい、この番組を見ましたという一言いただけたら、加瀬沢1400円のところ、はい、200円引きにさせていただきます。増水家のここ1400円を1200円、はい、200円引きということで、はい、番組見ましたって直接ここに来ていただいて、はい、そうです、言っていただいて、はい、構わないということで、はい、よろしくお願いします。それでは皆さん、エンディングいきましょう。はい、ハート&ドリーム、また来週見てね。さよなら。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。